無駄なあがきだ。そろそろ終わりにしよう。その身で魔物がいっぱいや。それに私は魔物をも群れの範疇、たとえ知性の低い連中でも果てのない荒波に飲まれる。おいアルハイゼ、お前のやり方。俺が用意したプレゼントはもう群れの内部に。君たちは目の前のや、渚のリンク急がなく、雪を前それ、アルハイゼンはそれほど憎くない。やらなきゃいけない、あいつをやらないと。俺たちは難攻不落。かかれ、しっかり立ってな。見たか、これこそが群れの。たとえ憎悪が消えても彼らは歩みを止めない。痛がっちゃいないの。において命ずる。邪魔をするな。終わりね、撤収。文庫剣に。そんなバカな、どうしてまだ解決しない。まさか我々の判断に問題が。ぬれなりしも間違いはありえない。マスターマインドが過ちを犯したのに。なんじゃ、我々の中で最も頭だよ。バウドも前に彼の判断こそが正しい。いや、そうとは限らない。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに言ったことか。それが今、ハチの巣の共有記憶に。なるほど。彼らの視力を肥大化させ、蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志、そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時、蜂の巣とは名ばかりの
抜け殻になれ。まただ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に、ハチの群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シナージを見せつけろ。聞いてた話と違うわ。その席を渡せ。